ギアラの焼肉ギアラは、牛の第四位の通称、ギアラ赤千枚とも称される。英名をアボミサムということからアボミとも呼ばれる。名前の由来は諸説あり、かつて米軍基地で働いていた人が報酬としてもらっていたことから、ギャランティが生まったとする説、ニセバラと呼ばれていたのが生まったとする説などがある。単に牛の胃袋の一つと思われがちだが、 ミノやハチノスのような半数胃ではなく、唯一胃液を分泌することから生物学的、本来的にと呼べる器官であり、他の三つの胃は、半数動物としての進化の過程で食道が変化したものである。子牛の生誕時には四つの胃袋のうちの約70%の体積を占め、成長とともに半数胃の割合が大きくなっていく。子牛の時期は、 エンネットと呼ばれる牛乳酵素が分泌されており、半数以上迂回して送り込まれた母乳のカゼインの特定部位のペプチドさを加水分解によって切り離してゲル化を促し、これがさらに他のタンパク質分解酵素による消化を経て、ゾル化するのを待ってから胃での消化完了を検知するようになっている。この反応を利用したものがチーズ製造におけるカード生成である。ほのかに赤みがかった色をしており、 食用としては主に焼肉として食される。脂肪が適度について甘く、食感も歯応えがあり、美味とされる。ありがとうございます。